レビ、最後了です。マッサージして。あれ？そんなこと言うつもりじゃなかった。違う。編集後期ダイジェスト。わー！本日もヤジテレビご覧いただきましてありがとうございました。出演者の皆さん、ゲストの皆さん、体の皆さん、お疲れ様でーす。つけてた。何もつけてた。このマイク。あ、これ拾ってる？いいよ、私。そんなわけで8月ももう終わりですね、最後の配信でね。私事ですけれども、編集後期を始めてちょうど1年になりました。ありがとうございます。そんなになるんですか？そんなになります。一応焼津テレビ配信してる時は一応ずっとやってましたね、グダグダで。なのでそろそろちょっと引退しようかなと。それをシャンプーにして編集後期を1年を機に、ええと思ってるんですけど、いかがでしょうか？マイクを置く感じですか？さよならの代わりにって言ってて、多分何週もやりますけど。すいません。ですね、ちょっと焼津テレビからですね、 2,3 お知らせがございますので、ちょっとこの場をお借りしてアナウンスさせていただきたいんですけれども、9月からですね、ちょっと焼津テレビがちょっと変わります。一つはですね、月曜日、今毎週月曜日配信なんですけれども、月曜日と今度火曜日のね配信も始まります。で、ね、まだちょっと火曜日の番組がちょっとまだ全部決まりきってないんであれなんですけれども、基本的には 4時から5時から火曜日、毎週火曜日は、5時から8時までだよね。7時半スタートが最後だもんね。なので4時、あ、じゃあ5時、5時半、6時、6時半、7時、7時半、そんなにやるんだ、6番組やります。で、9月の4日にですね、早速スタートします。私はなので今度は火曜日にですね、6時半、毎週6時半枠でデブ巻きチャンプルという番組を毎週やるの。毎週やることでもね、私いつもねここにね6時半に着くからほぼぶつけ、もう着いたと同時に始まるという滑り込みみたいな、うん、それでこの場をお借りしてですね、私の番組はですね、ちょっと宣伝させてもらうと、過去に焼津テレビに見切れてください。そう、過去に焼津テレビに出演してくれていたパーソナリティさんとか、今現在もパーソナリティとか、まあ、よく来てくれる人、焼津テレビに馴染みのある人に一応ゲストっていうか、おしゃべり相手として入ってもらって、いつもは聞き手だった人が、そうで、その人の、番組の面白さとか、あと、今後私にねこういうふうにしたらいいよみたいな、そんなそんな硬い話じゃないよ、もうざくばらんにそういう話をそうしてもらって、私だからソフトにさ、いや相談してもらえないでしょ。ソフトじゃないんですよ、ソフトなっちゃ、私はソフトのつもりなんだけど、なかなかねそう思ってくれない人がちょっと最近多くて、なんかね私なんかこう分かられちゃってるみたいな、厳しいことを言う人のキャラができた、大丈夫、なんかちょっとねそういうのもあるもんで、こんな感じ、なんかちょっとあんたみたいな、そんなこと私してないんだけどね、いいや、それはいいんだけど、そういうのも含めて、ね、過去の番組もね見返してみるとすっごい面白い番組たくさんあるので、ね、またそういうの出演きっかけに復活もしてもらいたいなって思ってる人もちょっと何人かいるので、そういう方にはちょっとね今お声かけをね実はもうさせてもらってます。一回ちょっとね、ほんとーよっこいしょ、届かないね、これは。あ、そうですか。いいじゃん。じゃあ私が繋ぐ。こっちが持ってきたの。あ、そういうこと。え、これ？スタンドマイク。あ、スタンドマイク。あ、これ？今ちょっと大事な話をして。そこの前で喋ればいいよ。これ？私がもっと前に出ればいいのね。これもっと後ろに下げてね。あ、そうです、ね。じゃあすみません。私置いて失礼します。はい。ありがとうございました。はい。はい。ティミーさんお帰りです。こんなイベントもありますのでお願いします。はい。また5回目予定入れますので。はい。それで何の話してるんだっけ、ごめんね、ごめんね、さっき、ありがとう、そう、お願いします、すいません、
そう、そういう感じで、まあ、あの新旧ね、いろんな番組をあの取り入れてって、ちょっと焼津テレビ全体をね、あの活気あるものにしたいなって、ちょっと私個人的にちょっと前から思ってた節があったもんですから、ちょっと青木さんに相談して、そういう感じの、そういうタイプの、そう番組をちょっとね、一個やってみようかなと思って、いろいろ準備をさせていただいてますのでお願いします。というわけだから、ゆっさん毎週火曜日6時半から私やるから、はい、あのゆっさん都合がいい時に、あのゲストで来てください。あ、ゲストそう、はい、私の横に座って、あの下手すると電車が遅れてると、私がはあの6時半から番組が始められない可能性がありますので、あのそういう、ね、ライブ配信なんですもんね。そうです、ね、それもあの跳ねて、やっぱ慣れてる人がいてくれると違うので、なんであのキョちゃんも、うん、ザッキーさんもエコさん、エコさんがいいかな、でなくて嘘なので、あの皆さん出てください、本当に。何火曜日、火曜日の6時半からです。あのこの日の6時半だったら、あのこの日のこの週の火曜日の6時半だったら空いてるよっていうのもどんどん言ってくれれば、うん、そこにどんどん入れてきますんで、月曜日よりは出やすい。よろしくね。そう、はい、で、そう、今後ろにいるね、きょうちゃん、今日ゲストに来てくれたきょうちゃんは今度毎週火曜日の、はい、19時から、はい、毎週いるんだよね。すごいですね。はい、毎週なんですか。頑張りますね。きょうちゃん、タイトルは、番組タイトルは、お今日は辛いよ。お今日は辛いよ。映ってないよ。映ってないね。映ってないよ。私がこうするんだ。トラさんが好きなんで、男は辛いよ。見かけてどこなんだ。見えない。見えない。俺一生懸命トラさん好きだって言うからさ、昔の古いさ。あ、そう、送ってくれるんだよ。動画一生懸命送ってあげたんですよ。仕事中に。あ、そうなの。トラさんの。でも見てるよ。いいじゃん。うん。え、キョちゃん、それはどういう番組になるの？まあいろんな人を呼ぶんだけど、うん、まあ、私の知り合いの人で面白い人とか、うん、いろんな人を呼びながら、うん、まあ、その男は辛いようにかけて、うん、そのトラソの名言、あの、セリフとかさ、中のセリフとか名言、うん、それを番組で、あの今日はこの名言で、その名言に、あの、なんだろう、関わるようなこうトークをしていくとか。トラソも喜ぶね。で最後はまあちょっとやっぱね、お得になる情報とかもちょっとやっていきたいなと思って、うん、楽しそう。で前ここでやろうと思った、あのゴッソ杉山さんが鼻毛がなくなったら困るんだよって言って、そうそう、ね、やってくれなかったの。ゆうべやったんだって、私うちですごい抜けるの鼻毛ねー、ゴッソこう見えても鼻毛ボーボーですからね、彼女は。みんなボーボーであってすごい寝てるよ。その粘着みたいな、あのなんかね、ブラジリアンワックスの花瓶みたいな。痛い、ちょっと痛かった、やっぱ。あ、そうなんだ。マクちゃんもちょっと鼻毛ボーボーだからやってもらってもいいんじゃない。うん、そう、私くんだってないとは変な、なんか変な空気、なんかね、スースーするけど、うん、気持ちいいぐらい抜ける。へぇ、そんな抜いていいの、でも鼻毛。わかんないけど抜いちゃうんだね。悪い病気になったらどうするんですか、こんな抜いて。とりあえずほら、どんなもんかなと思って。試してみたい。試すつもりだ。いや、うちの前見なんかもう毛何にもないからね。ありがとう。あれでもね、ザッキーもやるんだよね、はいはい、今度ね、火曜日にシフトチェンジということで、はいはい、6時半からですね。6時半から、6時半じゃない、6時からだ、6時半から。私の枠取られちゃった。6時半だらけになると困りますけどね、みんな仲間になって、あの喧嘩になんないでしょ、みんな取り合い、だから取り合い、みんなに会えるからさ、嬉しいなって。そうそうそう、楽しくなる ね。じゃあ、それは10月からなんだっけ。すいません、10月からです、ね、9月はちょっとお休みになります。毎週隔週です。隔週で6時から、うん、6時から多分、あの隔週の人さっき決まったんですよね。うん、またね、決まったんですよね、うん、なんでまた、うん、2人決まった、うん、ね、そう、2組決まって、青木さんがね、ナンパして、またナンパして、ナンパ、ナンパ好きな青木さん。いや、ナンパ好きじゃないけど、ナンパ戦になっちゃうナンパ戦になっちゃうね。ちょっとナンパ戦気味ですよね、最近ね。そう大丈夫ですか。
なんかね、ヘトヘトになっちゃう。でもね、自分でヘトヘトにさせてるんだよね。そう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 。そうそうそうじゃなくて。休み時間もね、動画撮るようになったら、お前なんかヘトヘトになってきた。やらなきゃいいのにね。え、うん、いや、なんでもないです。ね、あと、今日はこれどうだったんですか、この感じは。いいよね。あ、これじゃあこういう風にします、うん、広い方がみんな揃って見てられる、うん、そうですね、一瞬びっくりしてます、はい、ねえ、なんかね、うん、ね、そういうわけで、うん、いいと思います。そう、というわけで一つ目のお知らせはその火曜日の配信が始まりますよっていうお知らせなんですけれども、もう一個変わることがあります。それはですね、今までですね、八重洲テレビって、まあ出演してくれる人に、まあ、一応広告代として料金を頂戴しているようなシステムでやってたんですけれども、ちょっと来月からそのシステムを撤廃しまして、入場料制という形を取らせていただくことになりました。あ、そうですか、すごい、うん、もう一歩入ったら払うんだよ。そうです、そうですよ。というわけで出演者しか見ないで、ね、出演者もパーソナリティも観覧の方も、もう赤ちゃんからお年寄りまで一律皆さん1人500円いただきます。例外は一切ございません、うん、どんな人でも一応ここに入るためには500円をお支払いいただくっていうシステムを取らせていただきます。で、入場するときにですね、ちょっと記入をしてもらって、まあ、誰が入ったかっていうのをね、まあ、ごめんなさい、チェックさせてもらって、で、青木さんの方は常にスタジオの中にはいてくれるんですけれども、まあ、いろんな作業をしている関係で、その料金の徴収のところまでっていうのが実は、まあ、できる状態ではないものですから、そこは皆さんにご協力をいただいて、まあ、記入をしていただいて、お金を入れてもらって入って、まだちょっとね、作ってないんだけどね、最後尾っていうね、ちょっと看板をね作る予定なんです。で、行列ができた時、そう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 、うん、まあそんな感じの、まあ、ちょっとどういう風にするのかまだちゃんと決まってないんですけど、それをまあ、最後にお金を入れた人がそれを持って、で次に入ってきたらその人にその渡していってっていう、そうそう、バトンみたいな感じにして、そうすればちょっと円滑にお金が徴収できるのかなと思って、まあ、それはちょっとね、来週から取り入れてやってみて、またちょっと改善の余地があれば変えていくっていう形にはなっていくとは思うんですけれども、一応今のところはそういう予定でやりますので、皆さんご協力をぜひよろしくお願いします。で、また、自由度を上げるためにね、そうですね、それは月曜日も火曜日も同じシステムってことでいいんですよね、うん、はい、まあ、火曜日は特に今までよりも自由度、月曜日より自由度を上げるために、うん、はい、基本的にはパーソナリティのブランディング化っていうのを目的にやってみたいなっていうのがあって、うんうん、はいはい、だからカメラワークは自由に変えていいっていうふうにしようかなと思ってます、うんうん、そうですね、なのでいつも見たく、まあ、この今日の配信のような感じもいいですし、こういう感じでもいい、うん、ちょっと路線がね、今まで画質重視でやり始めたんだけど、うん、ノイズが乗ってちょっと面倒くさくなってきちゃったもんで、うん、そうですね、今まで元に戻して、うん、自由度を上げて、うん、カメラ2台使って、うんうん、ゲストさんはもうはっきり言ってさ、サブフレームでもいいかなっていうふうに思ってるもんで。だからメインの人をより目立たせてあげたいなっていうのがあります、うんうん、なるほどですね、自由度を上げるということで、そうそうそう、そのためにはやっぱりゲストを連れてきてゲストさんからお金もらおうっていうシステムはちょっと、うんうん、そうですね、面白くないな、月曜日がね、なんか前よりも面白くなくなっちゃったもんで、うん、ちょうど1年過ぎたんで、そうですね、まあ、昔の動画見てたらね、昔の動画って結構面白いなっていう風に感じちゃったもんで、うん、そうですね、ちょっと元に戻そうっていう風に感じ、うん、そうですね、なんで、まあ、今八重洲テレビってこうだから いろんな人がやっぱ出入りするようになっていろんな使い方をしてるんですよね。だからそういう個人をこうアピールするっていう使い方もあるし、やっぱりそう面白さを追求するっていうところもあるし、どっちもあっていいと思うんですよ。なのでそこはちゃんと使い分けっていうのも変だけど、そういうね、組み分けっていうの、そういうのをしてやっていくっていうのも一つあるんじゃないのかなと思います。なので火曜日はそう今言ったようにそういう自由度を上げる楽しみ
このエンターテインメント的なものを追求していくっていうのに、ちょっとそれ私ができるのかどうかっていうのもかなり不安なんですけど、セミナーやってたらなんかみんながどうすれば面白くなるかってみんな 気がついてきたんで、うんうん、そうですね、だからそれは八重洲テレビ全体の、うん、まあ、差別化でもあるような気がしてきたんで、そうですね、当たり前のことをやっててもつまんないじゃんね、うん、そうですね、ちょっと楽しいことやりましょうってことで自由度を上げます、はいはい、そうですね、うん、というわけで楽しんでやります、はい、頑張ります、楽しんで頑張ります。そうそうそう、はい、パーソナリティが楽しめないとね。そうですね。見てる方も楽しくないんで、うん。そう、しんどくなっちゃうとね、どうしてもね。うん、それがゲスト呼んでくるのがなんか大変みたいな、うん、ところもある、うん。そうですね。その人を集められなくてやっぱりこう番組が終わっちゃうっていうパターンがあるっていうのもいくつか聞いてるので。うん、ちょっともったいないよね。それはね、うん、せっかく面白い番組なのにね、そういう理由でやめちゃうって本当もったいないと思うんで、ぜひ私のOB の方出たい人私の番組に顔出してもらってその時の思い出を蘇らせて復活していただける人が一人でも増えたら私は嬉しいなと思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。真面目な話をしちゃった。なんかあと伝えたいことありますか？大丈夫？なんかすごい浸透しちゃったけどね。あ、なんか高野さん帰っちゃったんだっけ、うん、かだから静かなのなんかどうですか、サバサンバさん、なんかサバサンバさんって言われてる関サバサンバさんってそれぐらいちょっとブランディングをブランディングを ね、やっぱもう関サバの歌を歌ってもらせるのかな、ね、いや、ね、でもそう、ブランディングってなんか大事ですよね。ブランディングはするんだけど、うん、基本的に番組が面白くなるのは、うん、ギャラリーを育てないとダメなんじゃないかなっていうふうにだん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 分かってきたもんで、うん、それはありますね。そうですね、だからメインはギャラリーした方がいいんじゃねえの、うん、でじゃあ誰をメインに、本当のメインね、うん、建前的なメインはやっぱりパーソナリティだと思うんで、うんうん、ゲストさんはゲストさんによって面白かったら面白くなかったりしちゃうもんで、ゲストは自由でいいよっていうふうにね、うんうん、まあね、広瀬さんの番組とかもただ漫談やってるようなそういうやつもあるじゃないですか、あったじゃないですか、うん、ああいう感じで、ね、もうラジオ的な、うん、もう出演者だけが喋ってるっていうのも、うん、今少ないですよね、必ずゲストですよね。そう、今はもうそうやっちゃって、ね、あ、そうか、ああ、そっか、うん、もうずっとメインの人が喋ってるやつか、うん、オカボンのもそうだよね。あ、そうだね、うん、カピリちゃんとかこれは2人でやってるんですね、うん、だからそういう番組の方がなんか面白いかもしれない、うんうん、確かにね、はい、なんか八重洲テレビってラジオだなって気がするんですよね、うん、ラジオっぽいなって、うん、はい、それそのスタイルはいいと思います、ね、はい、そうですね、じゃあ、うん、そんな感じで、でちょっと問題点があって、何でしょう、自由だってことは、うん、やっぱりじゃあ告知するの無料だから行きたいっていうふうに告知ばっかり増えてきちゃったらどういうふうにフィルターかけるかっていうのが問題なんだけど、それはそれで俺はいいと思ってんだけど、うん、そればっかりになっちゃうと、そう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 、で、うん、みんなそれを見てると面白くしようという人までそういうふうになっていっちゃうのが怖いんだよね、うんうん、だからギャラリーを育てて、どん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 そういう番組をこうプレッシャーかけてもらいたいんですよ。あ、つまんねえよってはっきり言っちゃえばいいんですよ、お金もらってないんだから、うん、お金もらってると言えないじゃんね。そう、告知が面白ければいいし、うん、なんだろう、その番組、まあ、パーソナリティが金取ってもいいと思うけど、うん、逆に言えば、あー、パーソナリその番組が育っていけば育てられればね、誰々、うん、さんの番組面白いってなればですよ、うん、それでも本当に視聴者がいっぱいつくような番組になれば、うん、じゃあマキさんの番組に告知で出させてください、だったらうちの番組告知出るんだったら1万円だよっていう話、あー、なるほどね、面白くしてあげるからみたいな、うん、その代わり そこまでの価値になんなきゃいけない番組が、うん、なかなかそこまで行き着かないけど、うん、まあでもそういう番組があってもいいですよね。だから なんで、ね、でもね、告知したいんですか？告知したいからじゃないですか告知するとか他にないからじゃないですか、お金払ってでも来たかった、ね、それで1年前やり始めたらどん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 そういう告知ばっかりになっちゃってつまんなくなっちゃったわけじゃんね、うん、そうそうそう、うん、そういう意味で俺はつまんないって言ってるんだけど、うん、番組は面白くしようとしてるのかもしれないよ、でもね、うん、ただ説明するだけの動画ってつまんないんだよ、うんうん、まずね、見てる人の立場になるとね、見続けられないんですよね、まあ、30分だとね、そう、きつい、告知コーナーってラジオとかテレビでもそうですけど、うん、10分以内ですよ、そう、うん、告知って、そう
そう。それ結構掘り下げてうまく話せればいいですけどね。だからそういう CM 動画を作りたいんだったら CM 動画を作りたいって言って依頼してくれればいいんですよね、こっちに。それはそれでライブじゃなくてもいいんじゃないですか。そう逆にはね、1分だけで十分、もうそれ以上見たくない、そう、だからその1分をちゃんとした動画を金払ってね。そう、もちろんそうですよ。だから告知番組をしたいんだったらそれは別枠でやってもらえばいいんですよ。曜日違うときに告知しかなくなっちゃったらどうすんの、うん、告知だけでもやってくれになっちゃうかも可能性もあるんで。でもそれはだって告知がした人って言ったら需要があるわけでしょ。でも それはそれでなんかお金にもなると思うし、それがビジネスになるんだったらそれはいいと思いますよ。じゃあ告知だけ来る人だけほいちゃん別にお金もらう。そう、でそれだとそれは5000円とかとでやるって言ってるの、うん、それじゃないんですか、うん、で録画の日で録画の日で告知、まあ、インタビュアーが上手な人がいて、そうインタビュアーがうまく引き出してくれて告知ができる30分、まあ、15分とかがいいと思うけど、うん、告知だったら30分はダメですね、うん、15分の告知動画作れますよ、うん、3000円とか、編集はしませんよ、文字入れて、まあ、画像を入れるぐらいですよって、それはありだと思いますよね、うん、そしたらその主催者のホームページに告知動画貼り付けて、うん、こういう内容です見てくださいっていうの。それはライブで流すとかじゃなくてその、うん、ちょっと様子見だね。まあ、だから短くするやつ今言ってみたいにさ、その30分やろうとするのが大変なんだから、うん、奥さんが、うん、10分とか15分なんか公開打ち合わせ番組の告知だけの動画ずっとこうやって見てるのね、すごい苦痛なんそうだな、あんま長くしなきゃ。それは、うん、やりテレビとしてこの番組コンテンツじゃなくて、その人たちが告知で使うための動画、アーカイブとして上げるものっていうのはいいんじゃないですかね。楽しいは楽しいんですけど、だってこうだけのスタジオって作れないわけですよ。結構ね、告知した人もいるわけですから、話ばっかりでね。それが5分の5分とか10分の10分の告知動画を作りますけど、蓋開けてみるとね、結構みんな大変なんですよ。でもイベントやる側からしたらそうやって、分かってもらって、今ラジオとか出て告知してもらったりしますけど、みんなにね、結構ね。あ、いやいや、公開なんか打ち合わせ番組見たくなるから、ね、討論会になっちゃった朝までね、朝まで討論会、ね、じゃあ告知、ちょっとしばらく告知は様子見っていうことで、そうですね、うん、それはギャラリーがプレッシャーかけてもらうということですね。そうですね、はい、つまんねえぞってはっきり言っちゃって構え、うん、そうですね、うん、はい、わかりました、いい加減しろみたいな、わかりました、はい、わかりました。これダイジェスト版なんだからさ、これさ、いいよいいよじゃなくて。まあ真面目になりましたけど、まあそんなわけで編集後期ダイジェスト版祝1周年ということで、今日は面白い番組作るの大変だからね。ああ、また無視化しますか、はい。大変だから、大変ですよ、そうですよ、気持ちになっちゃってもしょうがないかなと思うよ。思うでしょ、思うけど、そればっかでもね、全部それになっちゃうのは苦痛だよって言ってるだけの話、ね、うん、だからそういうのも取り入れつつ、うん、ね、わしゃわしゃ面白いのも入れつつ、いろんなのがあっていいんですよ。面白くないっていうのは自覚してほしいっていうのだよ、まずてか、まずそのインターネットのライブ配信っていうのはどういうものかっていうのが分かってないってことじゃないですか。うん、それはちょっと土曜日に話しましょう。今さ、あの生配信終わってさ、もうほら頭も疲れてんじゃん。もう今日はさ、まあ、もういいしましょう。早くビール飲みたいんだよ、私は。わかったわかった。オッケーオッケー。というわけで、あの、もう切れちゃった。じゃあ次のこっちあれでも読んで。ああ、そっか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 。そういうわけで私今からビール飲みに行きますんでね、はい、行ってきます。というわけで、はい、来週はじゃあ9月ですね、9月の、はい、3日の月曜日と4日の火曜日もありますからね、皆さん、はい、お楽しみなさってください。はい、で自分で決めたんでしょ、ちょっと。いい、分かってるよ。ちょっとボケてみただけじゃん。このタイミングでボケられるとね、あ、だから私怖いって言われちゃうんだよね、こうやって怒鳴るからね。そんなことないですよ、2日ありますね、さよなら、そうね、せっかく可愛い子になったんだから、せっかく。もともと可愛いよね、顔は変わんない。顔は顔は変わんない。真ん中がずれてるよ、これ。え、どう、服の着方とかいちいちそんなずれてない。あ、でもずれてた、ちょっとだけ。ありがとうございます。もういい。そういうわけで、はい、もう8月最後の編集後期でした。じゃあまた来週までごきげんよう。さようなら。バイバイ。じゃどーん。じゃどーん。